はい、ついさっき、まあ今止んでますけど、みぞれっぽい感じが降ってました。いやー、寒いですね。ただまあ、寒いっつっても、こう、なんだろう、こう、乾燥してクソ寒い時の、こう、体温からどんどん熱を奪われていく感じじゃなくて、本当に気温が低い時の寒さだなっていうのを感じますね。まあ、いつものことではありますが、やっぱ年に1回か2回は雪かみぞれか降るんだなっていうのはね、まあ、日本なんだなっていう感じ。なんだかんだ言ってこう、一年通して、季節はね、春から夏から秋から冬へと移り変わっていくのが、我が国なのかなと。まあ、それはもちろん地域によってね、春がどうだっていうのは違いますからね。まあ、それはまあ皆さんのお住まいの地域によるということで、ありましょう。はい。前置き。で、一本目。はい。立憲、なんだ、パーケン絡みのところですけど、立憲断念が入ってきちゃいましたね。つまらん。立憲すればいいんですよ。有罪になる、率が高いからじゃない、と、検察って意外とね、起訴しないんですよね。もうね、だから、いいんですって、有罪になんなくたって。裁判になったっていうことだけでも十分ダメージなんだから、まずはやれと思いますよね。しかもね、まあ、安倍派幹部かな？立憲断念って書いてあるんですけど、会計責任者と共謀してましたって感じなんですけど、いや、会計責任者と共謀したぐらいでどうにかなる管理をしている方が問題だと思うんですよ、個人的には。で、第一、過去何年かの、こうね、会計報告書あるわけですから、そこから当然割り出せるはずなんですよ。まあ、割り出せないぐらいビビったらものだったら当然立憲もクソもないわけですから、それだけね、大きい金が動いてるんだったら、立憲はすべきですって、起訴はすべきですって。で、起訴した後で、あとは裁判官のジャッジに委ねればいいと。それでね、有罪になるか無罪になるか置いといて、軽い罪になるか重い罪になるかも置いといて、まずは裁判にかかった、被告になったってことが、まずは何よりも政治家としてのメンツに傷をつけることでしょうからね。そっからですよ。その傷に頑張って、ニスを塗り塗りするために頑張らなきゃいけなくなるっていうことぐらいをやらせることがまずは大事。なんかね、日本の検察、特に政治絡みの連中はね、なんというかそこの起訴のハードルが高うござる。立憲のハードルが高うござる。よろしくないなって思いますね。今回の件に関しては、もうね、習近平のことは使いたくないけど、トラもハエもですよ。はい。まさにトラもハエも全部立件して、あとは司法にしてね、裁判所の方にぶん投げて、まあ、もう罰金刑でもいいと、この際。禁錮1日でもいいと。ね。まあ、それぐらいでいいから、ね。それぐらいの罪でもいいから、とにかく、まずは、ちゃんと、罪があった、疑いがあったっていう事実をつまびらかにすることこそが、問題の検察のあるべき、取るべき手段じゃないかなと思います。はい、自分がね、立件したはいいけど、有罪にならなかった、それは俺の能力がないからだとかっていう、おそらくそういう思考が働いているから立件してないと思うんですが、いや、それはあなた方には関係ないと思うんだけどっていう。確かに自分の持続には考えられありませんよ。だけど、起訴した後に、ちゃんとそれを評価めしていくのは今後のあれでしょ？会計責任者といくら共謀したってさ、ね、人の口には戸は立てられないだし、どっかには残ってるって、ね、ちゃんと立件しようぜ！頑張れ検察！っていう話でございます。あ、これね、ぶっちゃけ自民党だけじゃなくて他の党にもやっとけよっていうのを言うのは一応言っときましょうね。はい。では警察の活躍を期待して、一本目としたいと思います。ありがとうございました。